リック・フォックスフォックス、1969年7月24日隊は、カナダのオンタリオ州トロント生まれの、元バスケットボール選手、俳優。バスケットボール選手としては、NBA のボストンセルティックス、ロサンゼルスレーカーズなどで活躍した。ポジションは、スモールフォワード。プロ選手としての期間は1991年から2004年。俳優としては主に、 アメリカ合衆国のテレビドラマや映画に出演している。身長201センチ。プロイスポーツチームエコーフォックスのオーナーでもある。バハマ人の父親とイタリア系カナダ人の母親の間に生まれた。2歳の時に一家はバハマに移った。アメリカ合衆国インディアナ州はルシャワのハイスクールで2年間プレーした。3年生の時、彼は州の教会から 出場停止処分を受けたが、1987年のインディアナ州のオールスターに選ばれた。ノースカロライナ大学に進学、1990年の NCWA トーナメントでは2回戦で、第1シードのオクラホマ大学を彼のブザービーターとなるバンクショットで破った。1991年の NCWA トーナメントでは、ファイナル4にチームを導いている。 1991年の NBA ドラフトで一巡目、全体24位で、ボストンセルティックスに指名された。ルーキーシーズンの開幕戦では、1979年のラリーバード以来となるチームの新人として開幕戦、先発出場を果たした。1997年にロサンゼルスレイカーズに移籍し、2000年から2002年にかけて、 シャキール・オニールとコービー・ブライアントらと共に3連覇を経験した。2004年にゲイリー・ペイトンと共にセルティックスに放出された後、バイアウトで合意し、シーズン開幕前に現役を引退した。ロサンゼルス・レイカーズで活躍していた1997年からケーブルテレビ局 HBO 制作のテレビドラマ OZ ・オズに 刑務所に収監された NBA 選手のジャクソン・ベイヒューという役で出演しているなど俳優としても活動している。2015年ゴールデン・メープル・アワード・クロス・オーバー賞を受賞。1999年9月25日、女優や歌手として活躍しているバネッサ・ウィリアムスと結婚した。その後、2005年に離婚した。ありがとうございます。